ルイ・ゼロームゴイエは、アンイコールエイコールロワール県のサンブランセで生まれた。交渉人の子として生まれたゴイエは、レンヌで法律家として、生計を立てた。1789年の三部会では、第三身分代表として、出席、1791年に招集された立法議会では、イルイコールエイコールビレ県の代表として、当格を表した。 彼は1791年11月22日に、議決された聖職者の宣誓の強制に反対し、1792年2月7日に、議決された王室財産の没収に賛成した。小家は1793年3月から1794年4月まで、司法大臣を務め、ジロンド派の逮捕を見届けたほか、1795年に、 設立された500人会でも議員を務め、1799年6月にはジャンバティスト・トレヤールの公認としてフランス総裁に就任した。彼は共和派として応答派の反発に対抗した。ナポレオン・ボナパルトは1799年10月に突如エジプト・シリア戦役から本国へ戻ると、ご家の指示を得ようとした。11月9日、 ナポレオンのブリュメール18日のクーデターが成功すると、ゴイエは総裁職の辞任を拒否、共和制を救おうとして、ナポレオンをチュイルリー宮殿に招いて会談しようとした。しかし、ゴイエは逮捕され、リュクサンブルール宮殿に移送された。2日後に釈放されると、ゴイエはオーボンヌへ退院した。1802年、ナポレオンはゴイエを バタビア共和国のアムステルダム駐在総領事に任命、バタビアの後ろ身であるコラント王国がフランス帝国に併合されるとアメリカ駐在の総領事に任命した。しかし、ご家はすでに健康を害しており、赴任することができなかった。ご家は、その後20年以上病気に苦しみ、陰居地の黄金ヌで死去した。 ジョゼフィーヌ・ド・ボアルネの親しい友人であった小家の妻は1825年に小家に先立って死去したため、小家の財産と性は幼女のメラニー・ハーネマンに継承された。小家はペール・ラシェーズ墓地、妻の隣に埋蔵された。ありがとうございます。